市民スタッフの山村です。今回の特集は総務課の中西さんに個人情報の保護と情報公開制度についてお話を伺います。中西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近はインターネットで使えるサービスも多く、個人情報を入力したり電子決済を使う機会も増えました。ただ個人情報が流出したというニュースを時々聞くことがあるので怖いなと感じています。そうですね、名前や住所、クレジットカード情報などの個人情報の流出や漏洩が社会問題となっていますので、プライバシーについて不安を感じる人も多いかと思います。そもそも個人情報とはどういうものでしょうか。はい、個人を特定できるものはすべて個人情報です。名前や住所のほかに生年月日、年齢、性別、顔写真、音声記録なども個人情報です。でも年齢だけでは誰の情報なのかわからないと思います。確かに年齢の情報だけでは個人を特定することはできません。ただし年齢に何かの情報を組み合わせることで個人を特定できる場合、その情報は個人情報となります。それはどういうことですか。はい、こちらの図をご覧ください。これはある会社の総務課の社員の配置を示したものです。例えば総務課の社員という情報があるとします。総務課に勤務している社員が複数いるなら、総務課の社員という情報だけでは個人を特定することはできません。そこに男性社員という情報を付け足してみます。先ほどより範囲は狭くなりますが、総務課の男性社員が2人以上いるならまだ個人は特定されません。しかし30代の男性社員という情報を足したとき、総務課の30代の男性社員が1人しかいない場合は、その人が特定できるためその情報は個人情報となります。同じ情報でも状況によって個人情報になったりならなかったりするんですね。その通りです。市役所ではたくさんの個人情報を扱っていると思いますが、どのように取り扱っているのか教えてください。はい、市では伊賀市個人情報保護条例に基づいてそれぞれの担当部署で個人情報を管理しています。条例では市が個人情報を収集したり利用したりするときのルールを定めています。どのようなルールなんですか。市が個人情報を収集するときは、まず個人情報を取り扱う事務の目的を決め、原則その目的を達成するために必要な範囲で本人から収集しなければならないことになっています。ただし例外として法令などの規定に基づくとき、個人の生命や財産を保護するため緊急かつやむを得ないときなどは本人以外から収集させていただく場合もあります。集めた個人情報は原則として個人情報を取り扱い事務の目的以外のために利用したり提供したりすることは禁止しています。このように個人情報を流出しないように厳重に管理しています。わかりました。ところで山村さんは市条例の条例法である個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法が去年改正されたことをご存知ですか。いいえ、知りませんでした。これまで個人情報の定義やその保護などについて国や地方自治体、行政や民間などで考え方や根拠法令にばらつきがあったものを今回の改正で一本化を図っています。国からは地方公共団体に向けて改正法にのっとった法令や体制の整備を進めるようガイドラインが公表されています。改正された法律は令和5年4月1日から施行されます。このためこれまで条例によって運用されていた個人情報の取り扱いは法律によって運用されることになります。しかし個人情報の取り扱いはこれまでとほとんど変わりません。そうなんですね。
これまで市役所が持っている私の個人情報が見たいと思ったら申請して見せてもらうことができたと思いますが、それは変わりませんか？はい、変わりません。市で管理している個人情報は原則本人に限り開示を請求することができます。これを保有個人情報の開示と言います。個人情報を請求できるのは本人だけなんですね。でも誰でも市が管理する文書を公開してもらえる制度があると聞いたことがあります。文書の公開を請求すれば自分以外の個人情報を見ることができるんじゃないですか？本人以外の人がその人の個人情報を見ることはできません。今山浦さんがおっしゃった文書の公開は情報公開制度というもので、保有個人情報の開示と情報公開制度は似ているようで全く別のものなんです。どのように違うのですか？個人情報の開示は伊賀市個人情報保護条例に基づき、原則本人だけがその人の個人情報の開示を請求することができるというものです。一方情報公開制度は伊賀市情報公開条例に基づき、市民の知る権利を保障するため市の保有する行政情報を広く公開するという制度です。情報公開制度は誰でも市の保有する行政情報を請求することができ、市は請求された行政情報をすべて公開することが原則です。ただし個人の権利や利益が損なわれてしまうような公開の仕方はしてはいけないことになっています。情報公開条例では個人情報や法人の競争上の利益を害すると認められる情報などは公開してはいけないと規定しています。市の情報を積極的に公開していくことは大切なのですが、それによって誰かが権利を侵害されるなどの被害を受けてはいけないということですね。その通りです。そのため市では情報公開の請求があったとき、公開しようとする文書に個人を特定できる情報をはじめ、公開してはいけない情報があれば黒く塗りつぶすなど見ることができないようにします。このように文書の中に公開する部分と非公開の部分が混在する場合は部分公開という呼び方をします。そうやって私たちの個人情報は守られているんですね。ところで最近では個人情報を大切にするという意識が高まり、学校の連絡網なども作られなくなったと聞いています。そういったこともあるようですね。個人情報を取り扱うことを難しいとか怖いと思い、必要な個人情報まで提供されなかったり利用されなくなったりするなど、個人情報に対して過剰な反応が時々見受けられます。情報は一度出てしまうと回収することは不可能なので、特に個人情報について必要以上に過敏になってしまうことが容易になっていると思います。しかし個人情報を利用したり提供したりしてはいけないということではないんですよ。どういうことですか？法律も条例も個人情報の適正な取り扱いと書いています。個人情報の保護の趣旨は個人情報の重要性を理解した上で必要な範囲で収集し、取り扱いに十分に気をつけて利用していこうということなんです。決められたルールを守って利用すればいいんですね。私も以前勤め先や地域などで名簿を作成したことがありましたが、どんなことに気をつけたらいいですか？はい、個人情報の内容や利用の方法によって異なります。名簿を作成し配布したい場合について説明すると、まず名簿を作成する前に名簿に載せる個人情報の内容、利用の目的、利用のルール、配布する範囲や配布方法など必要なことを名簿に名前が載る人全員で話し合って合意を得るようにしてください。
もちろん納得してもらえない場合は、その人の名前は名簿から除かなければなりません。個人情報を取り扱う場合は原則本人の同意が必要です。載せる人数が多い場合や作成する前に全員で話し合う機会がない場合もあると思いますが、何か良い方法はありますか？はい、そのような場合には名簿を作成する前に次のことを全員に知らせて、名簿に載せることに反対の申し出があり次第、その人の情報を名簿から削除してください。事前に知らせる内容は、利用目的、掲載する個人情報の内容、複数の人に配布する予定があること、配布する範囲や方法、求めに応じて名簿から削除することなどです。つまり反対の申し出がなければ本人の合意を得たと考えるということなんですね。はい、そうです。他に気をつける点はありますか？はい、名簿を配った人全員に名簿に掲載している情報は外部の人に漏らしてはいけないこと、悪用されないようにきちんと管理することなど、個人情報の保管について注意や指導をしてください。また使い終わった名簿は配布した人が回収するのか自分で廃棄するのかなど、廃棄方法を決めておくことも必要です。それらのことを名簿に記載しておくと分かりやすいと思います。そうなんですね、分かりました。市では開かれた行政を目指し、情報を積極的に公開していくことを原則としています。その一方で個人の権利や利益の保護と情報を利用する有益性のバランスを取りながら、適切に管理・活用して市民の皆さんの暮らしがより良くなるように取り組んでいます。皆さんのご理解・ご協力をよろしくお願いします。それでは中西さん、最後にお問い合わせ先をお願いします。はい、お問い合わせは総務課電話 22-9601、 ファックス 22-9672 までお寄せください。今回の特集は個人情報の保護と情報公開制度について、総務課の中西さんにお話を伺いました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。